今日も元気にカチンコチン、さあアークサバイバルエボルブドの続きをやっていきたいと思います。カンタです、よろしくお願いします。さーて、まとりあえず適当にぶらつくか帰るべき場所はもうあれだから、青いオベリスクのところだから、帰るべき場所分かってるから、まあもう適当にぶらつこ。帰るべき場所さえね、もう分かってたのはあとはもうちっちゃかめっちゃかですわ。あ、なにこれ、洞窟になってる。これ大丈夫かな。待って、なんか後ろから来てる、後ろから来てる。ちょっと待ってください。やめてください。痛い、結構痛い。待って、あ、痛い、やばい、これ結構やばいんだけど。ちょ、待って、よかった、あれ多分アロサウルスじゃなかったかな。あぶねー、割とあぶねー。うちの国王号、勇猛果敢たる国王号でさえもちょっと出血してるもんな今。あぶねー。いや、ほんと、開始早々悲しみのオープニングセレモニーだったわ、もうちょいで。あぶねえ。こっから様変わりするな。荒野ステージ突入か？うん。こっちの方はほんともうね、肉食恐竜の天下ぐらいの勢いなんだけど、木々とかなぎ倒しながらね。まあ、あの辺は草食なんだけど、アロサウルスだったり、レックスだったり、ユーティの、なんとかとか、まだ名前ちゃんと覚えれてないっていうね、すまないな。さーて、じゃあまあ荒野ステージの方も、ちょっと探索しに行ってみますかね。なんか変わったもの見つかるかな。お、何あれ。なんかちょっとワクワクするじゃん、あれ。ジャンプして飛び越えたいじゃん、これ。うん。向こうの方はまた草原みたいな感じになってるね。山だけど。よし。まあ、やっぱ上だよね。上の方を目指そう。とりあえず。レッツゴー。お、滝だ。で、雪が舞い散っている。これちょっと、すっぱだかチンコチン装備だと、ちょっと辛いものがあるかもしれないね。いかにカチンコチンといえどもね。そういえば滝の裏にさ、なんか、ダーンと空間が広がってる場所があって、たりするみたいなんだけど、ここにはないようだ。無念。向こう行こうっと。これ以上ね、上に行くとね、本当に寒さで耐えきれなくなる可能性があるんだよな。あ、向こうは完全に雪山だ。あの辺見たな。なんか落ちてきてる。なんか、あ、カンガルーだ、あれ。あら、カンガルーは寒いとこ大丈夫なんだったっけ？知らね。雪山ステージにまで来たな。これ以上は寒くてちょっと行けないだろうな。あ、そういえばさ、これさ、わらとかを取って、あ、痛い、なに？いつ来たお前ら。来んじゃねえ。しかしレベル高えな。ラグナロクの恐竜、全般的にレベル高くねえか。気のせいか。あ、とりあえず、あいつここ、登ってこれねえらしい。よし、避難。あ、でもここは登れねえな。で、今やろうとしてたのが、これ、投げ縄。これね、馬に乗った状態で作れるからさ。これここに入れて、あと何？藁。あ、藁いる。藁いっちゃうか。じゃあ、藁をちょっと、採取しに行こう。よいしょっと。お。ここにもこれあるんだな。取っとくか。プラント X の種。植物ターレット。あっ！ああ、何？ついてきてた！国王号、待って、国王号。一緒に乗せて待ってくれ。体力か、スタミナが削られていく。こっちだ。私のところに来るんだ。国王号。よしよし。危ない。まあまあ、一心不乱に逃げたから、あいつら、他の獲物のところ行ってるな。よしよしよし。この隙に槍で藁を取って、これ作るの初めてなんだね。もう気分はカウボーイって感じか。よーし、できた。いっぱいできるぞ。これをご装備すると、
ターゲットを捕まえて引っ張ることができる簡単に作成された遠隔ツール。特定の生物に寄贈している時のみ使用できると。どれどれ。おお、一人称視点になった。別に設定してないのに。おお、なかなかこれカウボーイか？なかなかカウボーイな感じだな。さあ、どこにいる？奴らどこにいる？この荒縄で、ひっ捕まえてやろうじゃないか。こんな小型のやつちょっとな、物足りないからな。なんかもう、死滅してるんだけど。お？あ、クマ！クマ、お前か。お前はこれで捕らえられる気がしないな。ちょっと喧嘩を売る相手としてはふさわしくないな。もっと弱っちいやつ。もっと弱っちいやつ。うん。ケントロだ。こいつにはね、投げな、めちゃめちゃ引っかかりやすそうだけど、どうなんだろう、引っかからないような気がする。だって引きずれないもん。サーベルタイガーぐらいがやっぱね、ちょうどいいんじゃなかろうか？よっと。いねえかな？お！パッキーか。パッキーじゃねえか。レベル130。みんなやっぱレベル高いな。おし！捕らえた！捕らえたぞ！こんな感じになるんだ。うわぁ、無体だなぁ。これだいぶ無体だなぁ。ああ、ひどいひどい。ひどい絵面だわ。パッキーもよく我慢してるなぁ。あ、これ痛いやつ。痛いやつや。ごめん。ごめん、国王号。引きずり回してるなぁ。よし。そろそろ解放してあげよう。解放してあげた。別に嫌がってないな。これって嫌がられないんだ。あ、じゃあこの子にもやってみるか。ほい。あ、ダメージ与えちゃった。ダメージ与えちゃっただけで。あ、でもヘイトは買ってないな。攻撃してこない。なんか心地よいぐらいの当たりだったのかもしれない。なんならもっとやって、みたいな。よーし。とりあえず、こんなもんか。面白いな。なかなか遊べるな、これ。あ、ここあるじゃん。知ってる知ってる。僕ね、このラグナロクってマップやるのね、このシリーズを始めたのが最初じゃないんだよね。このラグナロクっていうマップ自体はもっと昔からさ、非公式のマップで追加されてて、その時にね、マップ紹介でね、まあラグナロクやってて動画も投稿してるんだよね。その時はね、この辺拠点にしてた。あの海の上ら辺に木の板を張り巡らせてたわ。懐かしい。あ、アロちゃんがこんなとこにいる。何やってんの君ら。何やってんの君ら。何やってんだあの子ら。ちょっと投げ縄を投げてみるか。あ、落ちてった。バカめ。バカめ。バカめー。じゃあなー。あれ、裏手とか行けるのかな。あ、こっちの方から回っていけそうじゃない？ちょ、見に行こっかな。バシャン。なんか入れそう。入れなかった。なんもなかった。行き止まりでした。ここ行き止まりでした。こっち行けねえわ。懐かしいな。うん、こんなんだった、こんなんだった。この辺にさ、箱もあったんだよね、確か。ちょっとせっかくだから回収しに行こうか。宝箱もなかったかな。救援物資というかさ。メモとかが入ってるやつね。お、さっきのアロたちだ。あぶねー。あの滝とか見に行きたいのにな。行けねえなー、ここだと。よいしょ。こっちか。まあ、いつも通りの箱ですな。よし、ちょっと君ここにいてくれたまえ。ちょびっと潜ってくるわ。あ、箱ある。箱しかないかな、なんなら。草が入ってる。海藻かな。わかめぐらいないのかな。他には特にこれといって見つからないな。まあ、もうちょいしっかり探索したらなんかあんのかもしれないけどね。デプスっていうさ、サメと戦うゲームをなんか思い出すな、こういうの見てると。あ、溺れる。これ以上溺れる。あ、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 助
ただいまー。よーし、行くか。他のとこも探索に行こうっと。痛い、お尻、お尻かじり虫みたいな。お尻毛をかじらないでほしいな。あ、ちょ、前からも来やがった。前から後ろから攻めるのはやめてほしい。そんなに、そんな執拗にいたぶらないで私を。本当にさ、ここ結構きついな。スタミナがゼロになっちゃった。ちょっと体力回復するわ。甘んじで攻撃を受けよう。体力を回復してから、ちょっと体力半分切っちゃったけど、よしよし、ここからダッシュで逃げる。じゃあな、もうおめえらの相手なんかしてらんねえ。痛えわ。よーし、ここまで来たらほとんど大丈夫だろう。いや、この子はね、こういう踏破性能が高いからね、割と逃げ切りやすくてありがてえ。で、こっからアスレチックコースがあるんだよね、なんかね。この辺？この先なんかあんのかな？ちょっと行ってみるか。アロサウルスもいるな。こっち来んじゃねえぞ。あ、蜂が！てか、蜂蜜、蜂の巣がある。こんなところに。こんな、あ、ちょ、びっくりした、びっくりした。あ、バカめえ。落ちていきやがった、今。いや、気づかれていたか。まあ、よしとしておこう。骨だ。骨がある。馬は別に骨そんな好きじゃないか。ヒエノドンとか、ウルフとかだったら結構好きかもしらんけどね。よーし、ここまで来たな。骨があるな。あ、金属もある。この地面の膨らみなんだろうね。なんか採取できんのかな。あ、取れた。あ、粘土ですか。あ、なるほどね。こんなとこから粘土取れるんだ。へえ。てっきりほんとこれこそが馬の糞とかさ、そういう代物かと思ったけど、そういうわけじゃないらしい。へえ、そんな風に採取できるようになったんだ。面白いな。他も行こう。まだ見ぬ何かがきっとある。ゴーゴー。城です。城までたどり着きました。あ、でもこれ馬じゃいけねえ、もしかして。途中橋落ちてるもんな。鳥とかじゃないとたどり着けない可能性だな。まあ、試しに、あ、いけるぞ、これ。ギリギリいけるぞ、この程度の段差なら。君のポテンシャルなら、余裕だ。ほらね。いけるいける。こんなんいけるわ。絶対いける。おら。ギリギリだった。割とギリギリだった。でもいけた。よしよしよし、たどり着いたぞ。来たな、これ。前もね、来たことあるんだけど、なんかその時よりも立派なお城になってる気がする。こんなんじゃなかったもん。え？おわ、かっちょいいぞ。おい、雲いるんだけど。おままじか。じゃあな。おら、相手なんかしてらんねえ。さらばだ。よーし、抜けた。抜けた、抜けた、抜けた。へえ、こっちに抜けていける。あ、危ね、止まりそうになった。これね、このマップね、まだね、たまにフリーズするからね。こ、あ、コウモリ。あ、すげえコウモリいる。なんで、何？縄張りか？お前らの縄張りなのか、ここ。やめてくれね。よいしょ！明日に行けるな、あれ。階段あったな、螺旋階段。ちょっと相手にしてらんねえんだけどな。特に上には、こっから行けねえかな？鳥がいないと無理かな、これは。コウモリが来てるな。じゃあな。ちょっと、馬じゃ下には行けなさそう。もうちょいね、装備を整えたからじゃないと厳しい気がするね。くそー、難攻不落ということか。クモとコウモリのねじろと化しておるわ。まあ、とりあえずまた今度だな。来んな来んな、やめろやめろ、やめてくれ。あ、ちょ、引っかかってる引っかかってる。引っかかるのはやめてほしい。よし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 、まあまあよかろう、まあよかろうですわ。うん、まずまず楽しいんだから。周囲をぐるっと回って、また来よう。装備整えて恐竜引き連れて、こいつら一匹残らず駆逐してやるわ。あ、これダメだ、落ちる。ここ、ここは落ちるわ。バックします、バックします。黒い大地が出現しています。何なんだろうね、火山地帯ってことなのかな。じゃあ次はあそこに攻め込んでいってみるか。あ、これ救援物資は？あれ？ないの？
まだ来てないだけ？まだ来てないだけか。せっかくの赤いやつだからこれ取って終わりにしようかと思ってるんだけど。あ、なにこれ、黒い炭っぽいな。なに、なんだろうこれ。適切なやつ。ツルハシ持ってないんだけどいいか。火打ち石と石、そんなもんかい。なんだ、なんか石炭くらい取れるのかと思ったけど。あ、これ危ないアングルや。これ危ないアングルやで。はい、そんなわけでご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てね。まだもうちょいラグナロク冒険編は続くかなっていう感じだね。お、なんかすげえいろいろ取れた。あの石油汲み上げるやつがなんか3つぐらい取れたんだけど。原油ポンプね。この辺スコーチドアースで使えるやつなんだけど。あ、これ火炎放射器のやつだね。なかなかいいものをゲットできました。やったぜ。はい、そんなわけでまったねー。所持品が重すぎてジャンプできない。マジかよ。待ってこいつ倒してからにしよう。